お疲れ様です。お疲れ様です。本日の社内ネタお願いします。いやもう深夜が青木ロックで決められて衝撃すぎて社内、はい、俺攻められんのこれ。攻められる。俺だって俺たちのスーパースターですから、はい、だから俺散々ねやられまくってるわけですよ普段毎日、はい、その深夜が負けてもらったら困りますやん。いや あんな芋臭いやつに。いや強いねんな。いや俺らってまだまだ素人やから、はい、分かりにくいじゃないですか。充実の人と青木さんも MMA でバリバリの寝技師やから、そら青木さんの方が寝技やっても強いやろっていう感覚やから、はい、この間やったのがグラップリングルールってのがね、はい、向こう本職じゃないですか、うん、本職にはだからメイウェザーいくらね、うん、あの立ち技のキックのやつが強い言うたってやって、あの天心がやってもね、うん、ああなるぐらいやから。そういうことですか。だからあれです、昔マサトがボクサーにキックロケット勝ってたのに一緒です。いや俺もマサトさんのことは言わないで俺はマサトさんのことを大リスペクトしてるんでマサトさんのことは言わないでいやいやあれは違いますからねまあまあでも俺がメイウェザーだったら俺は勝ちますけどね。うん、何て言いますの。もういい、その話やめようか。もうそんなに。ということで、今日はチャンネル、はい、ゲストいらっしゃいます、はい。紹介していただいてもいいですか。いや、あの、神童、那須川天心を超える男。はい、というか、もう超えたかもしれんね。うん、天ちゃん、どこか行っちゃったから。はい、まあ、それぐらいの逸材ですよ。うん、なぜ来たのか、もう俺も全然わからないんですけど、とりあえず紹介していいですか。はい、吉成なだっかくんです。はい、お願いします。お願いします。いろんなこと言っていいですかね。まずなんで俺が真ん中かも意味がわからん。ここはもう完全にゲストでしょうが真ん中は。じゃあいつもゲスト真ん中にしたいんですけど、お二人からのこの質問ラッシュで、あのゲストさんの首がううと、あ、首取れみたいになるってこと。でもこの座組が成り立つのはバレンタインだけど。それがだから。あ、そう。で、もう一つ俺がしょっぱら言いたいのは、はい、なんでこのチャンネルに来たって。ここって。ゲス野郎が来るところでしょこのチャンネルって。そうだね、バレンタインが来ていや本当にでどういう経緯なんですか。誰が。いや俺は正直ちょっと分かってないです。今日はこういう会があるっつって、はい、なだかくんが来てくれるって言ったから、はい、それは来てよ来てよっていう感じなだけで、はい、経緯は分からん。恐縮ですよね。なんかちょっと我々スタッフが吉成選手のスタッフサイドとこう仲良くというのはおしゃべりする機会があって、うん、ちょっとぜひ出ていただきたいなと思ったのと、うん、あと彼の格闘技が強いのはもうみんな格闘界知ってるんですけど、ああちょっと私生活とか彼の性格とかが結構謎めいてる部分があったんで、あだから日本にも知らしめようよと。そうす。でもなんかシンプルに言うことない。強くて可愛い以上。話終わりじゃん。そう、そもそも3人っていうのはもうほぼ初めまして状態なんですか。僕一回ね雑誌の企画でお話しさせてもらってるんですけど、はい、ここは初じゃない。あ僕はキャバクラで会いましたよ。ねどうぞ。嘘。え、いいんすかこんなあのムエ大会の宝を読んで、はいね、こんなゲス野郎二人がふざけて今んとこ多分声聞いてないし。僕聞きたいことあったんで、ムエ大ってもともと始めた時って、はい、日本だったらこう、まあ、有名になったりとか人に評価されることって少ないジャンルじゃないですか最初から、はい、そうです。それをやっててそれの頂点に立って知名度が欲しいとか有名になりたいって言ってメジャーというかその人の目に触れることをやる人が多いじゃないですか、はい、だったら俺は最初からムエタイやんなきゃいいじゃんって思っちゃう。ああそれでもリアルな質問ですよね、うん、これは本音の話で、はい、本音ね、うん、僕も最初キックボクシングでやってたんでジュニアの時は。それでそのジュニアの時にベルトを取ってアマチュア でそれでキックの本場ってタイじゃないですか。タイで試合をする時があってでそっからもうムエタイが楽しいってなって、その時はもう本当知名度っていうよりかは本当純粋にムエタイが好きでもうずっとやってて、でまあチャンピオンになって初めてラジオのチャンピオンだったのは17歳の時なんですけど、そっから負けて勝ってを繰り返して結局どんどんのめり込んでるうちにもう本当楽しくてやってるって感じです。今もずっとプロで負けたことあるの。あります、あります。ああんねん。はい、6回ぐらい負けてますプロは。日本ではない。日本でも負けてて、日本でタイ人ってやって、ああ、日本人ではないと。はい、そうです、そうです。日本人も入ってことか、はい、そうなっていくと、これからじゃあどっちの方向に行くのかなっていうのはすごい興味あるっすよね。ムエタイを極めていくのか、
ムエタイの中のムエタイルールでやるのか、あの本当の賭けのあるね、それかこうキックボクシングでのムエタイやるのかってすごい興味深い。ずっと目標があって、そのラジャのベルトを3階級取るっていうずっと言ってて、それが今2階級取れて、あともう1階級なんですけど、あともう1階級取った後は自分のこう中の大きな目標を1つ達成するんで、そっからまたちょっと自分が何をしたくなるのかが見えないですね、正直。はい、でもファイトスタイルがムエタイっぽくないというか。本当ですか。パンチもすごい上手いし、だからチラッと見たことあるんですけど、なんか結構強いボクサーとかボクシングのスパーリングでも倒してたりしてて、ボクシングルールでね。でも最近のムエタイの人っぽいっすよね。ああ、そうです、なんかやっぱ変わってきてるんで、ムエタイもファイトスタイルだったりとかも。そんなん俺が知らんだけやわ、格闘技だから俺はやっぱムエタイ取って、もう全部取ってほしい、うん、全部取ってほしい。え、そうむちゃ言うね。だって目指すとこなくなるじゃないですか。だってこれで3階級、はい、制覇したらお前次何すんのってなるから、はい、下の門に食われることよりも、うん、やっぱ絶対王者ってもうそういうことなくなるから、下の門に食われるだけになるわけですよ、うん、ならば俺はずっと若いし挑戦し続けてほしいから、うん、まあ、天心じゃないけど、天心もそれでボクシング行ったわけじゃないですか。ずっと挑戦してほしいなって俺からは思うんですよね。吉谷選手から見て浩二君のなんか印象とかってあります？周りの方を引きつけるのがやっぱすごいなって思います。僕はキャラもないし、自分を表現するのがすごい苦手なんですけど、やっぱ浩二選手とか見てると僕もこう試合がある時とかやっぱ気になっちゃうし、すごいやっぱいつも試合も見てるんで、ファイト以外でも周りを引きつけられる選手だなと思います。はい、それについてなんかアドバイスとか。いや、俺がアドバイスするんですかびっくりしたよね。プロデュース。俺が、ね、路線が違うから、うん、あ、俺はあのもうおっさんやからね。俺はもちろんまだまだ上目指してるし、いつもこう深夜さんにもボコボコにされて上に行こうともがいてるけど、人それぞれやから。もう二十歳ぐらいの時にこうではないって分かったから、じゃあどうやって生き残るかって考えた時に自己プロデュースやと。セルフプロデュースして最低限の実力をつけて張り切ろうっていうのが俺の売り方やったから、だから俺みたいなのがいるから逆に引き立つわけじゃないですか、こういう実力派が。でも名高くんみたいな子がいるから俺みたいなアホが引き立つわけですよ。いろんな色があっての格闘機会やから、名高くんが俺みたいにふざける必要もないし、全然このままでいいでしょ。だって実力でここまで来れてんやから。ただ母体がちゃうじゃないですか、やっぱムエタイ、ボクシング。だからボクシングで言ったら井上尚弥とかと、まあ、一緒と言ったらおかしいけど、それではムエタイの世界では似たようなことをしてるわけですよ。だからもっとやっぱり日本でも評価されてほしいっていうのは俺はすごいあるし、だからそれはどうしたらいいんですか。どうだろうね。でも日本でムエタイがこう広がるっていうイメージがなかなかつかない。でもそこと勝負してるのがだから梅野やったり、うん、名高くんなんじゃないかなって俺は思ってて。だから俺はさ、そこで言うともう好きなやつだけ見ればいいっていうもんだと思ってるから、自分を曲げたりとかしてまで表に出てかなくてもいいと思うんだよ。かっこよくないと。面白いおじさんになって自分がやってきたことを捨てて出てくんだったら、自分のお客さんに対してしっかりやってった方が結果として得な気もするけどな。そんなこの青木さんの印象は恥ずかしい。青木選手は自分小学校の時から知っててるんですけど、正直一番印象に残ってるのは大晦日の対抗戦の時、はい、青木選手の中指取れたやつはめっちゃずっとそこから印象残ってて、ずっとそれで言われてるんで元祖中指っすよ、はい、俺控え室してたことあってライジンで、はい、見たことあるっすか。ミット打ちとか映像残ってるの。あ、映像です。生はないでしょ、はい、やばいっすよ。まあ言い方悪いけどチンチクリンじゃないですか細いし、もうスピードとかはもちろん速いけどパワーがすごい。みんなこう見た感じやったらやっぱちっちゃいから、やっぱ軽量級同士やからみたいなの思ってるでしょうけど、すっげえパワーです。だから俺はマジで天心とやってほしかったし、いつかまだ俺は交わると思ってますから。吉成くんとロッタもどっちが強いの。いやロッタ強い。階級が全然違うしね。だって ロッタ俺ぐらいですよ。ルールによるけど厳しいかなまだと思っちゃったし。そんなやっぱロッタ強い。あ、でも僕の中では多分ワンとかのルールでやったら正直厳しいかなと思うんだけど、逆に本当に賭けのある純ムエタイでやったらセオリーでいくと僕の方が有利なのかなと。ほらもうやっぱこういう自信あんねん。ハンデつけてね。ハンデつくしね。そうですね、こうはい、体重のハンデもつくじゃん。あ、そうなんですか。賭けがある賭けのあるムエタイやってほしい。ああ、やってんじゃないの。最近自分が出てる大会がその RWS っていうそのラジャのワールドシリーズ、あれ毎週土曜日やってて、
あの試合は普段スタジアムで賭けがあるんですよ、ラジャって。それがなくて、RWS は観光客とか世界に発信するためのムエタイ大会みたいな、めちゃ盛り上がったもんな。そうですね、感じなんで、俺もオファーもらったから肘サポーターつけて出ようかな。やっぱり向こうでブアカオ選手は大スターなんですね。そうですね、やっぱ当時の K1 でやっぱチャンピオンになって、タイでやっぱ結構英雄扱いというか。でもゴッド嫌われてるらしいですよ。そうなんですか、うん、性格悪いでね。あ、いやいや、俺はほんま聞いた。タクシーの運転手もみんな言ったやつ、ブアカオは性格悪いって嫌われてるって。もうめちゃくちゃやつだ、ブアカオ。だって俺バッティングした時、ほんま人殺しか言うぐらい批判食らったじゃないですか。ブアカオバッティングバーンやって、木戸さんもバーン切れたんですよ。英雄みたいなとったんですよ。なんかこんなんしてたんですもん。バッティングして向こう切れてドクターストップだって、こんなんしてもっとせえよわーってなってたから、何なっとんねんって。俺日本でやったらもうとんでもないことになってたのにね。そうね。いや、木戸さんはさ、木村にあんな怒んのにさ、ブアカオに怒んねんだな。めちゃくちゃ怒ってるでしょ、木戸さん。いや、俺だったら体重変えたらステロイド以上に怒るよ。ああ、まあまあね。どうなってんねんって怒るけど、なんかそこはおらかで、なんか、うん、いろいろルールがある人だなって。海外だったから多分もう言えなかったんだよね。もう、ケイル前日にもうスイッチしてる感じだったし。やっぱりそういうものは起こっちゃうんですね。日本人選手が海外でこうやるって。あれは、絶対譲らないっていうスタイルが必要です。奥さんってなんか、もうほんまに格闘家で、挑戦してくるものは全部受け入れるっていう、対戦とかも断ったことなくて、うん、この間の相手もだって1週間前でしたっけ、はい、青木さんの相手なんか試合できんってなったんですよ、はい、で青木さんもう海外行くっていう予定やったのに行けへんくって日本おったんですよ、はい、でもう試合なくなったって感じで俺の練習とかも付き合ってくれてたんですよ。ほんならやっぱりそれがするってなったってなって、俺やったら正直もう、ああおかぼけっつってもう行くかって行かへんすけど、青木さんはもう関係なく行ったじゃないですか。何文句も言わんとあれしたから、まあ、人それぞれですよね。かっこいいですか。なんかステロイドとかも怒る気持ちわかんない。ごめんだってやってるやついるじゃんって思ってるから、ラウンド中に何かやったんじゃねえのと思うこともないわけじゃない、うんうんうん、いろんな競技に出れば、うんうん、でもなんかそれも含めて納得してやってるんだから、文句言ったってやんなきゃいいじゃんって思っちゃうぐらい。そこは奥さんと一緒ですよ。俺負けてごちゃごちゃ言うのはあんまりかっこよくないっていうのは俺も思ってますよ、うん、まあただネタにはさせてもらいますよ、面白いから。そこの考え方はどうですか。ドーピングです。そうですね、ドーピング。僕の会議が小さいからいないんじゃないかなって思うんですけど、体的にもなんかやってそうな体がみたいなのがあったとしても、体が小さいから自分には遠いものだと思っちゃってます。いや、多分陰では言ってます。あんなんやって俺に勝てると思ってるんですか。いやいやいや、でもまだ倒すから。でもなんか擦れてなさはあるのかもしれない。ないものだって思ってるところがあるじゃないですか、ね、ドーピングは。でもやっぱり僕とかで言うと MMA のいろんなトップ選手が陽性になってくのチェックで、あ、こいつもやってたんだ、こいつもやってたんだってのもあるし、まあでもかっこよくないですよね。てこういうことして勝つぐらいやったら、何もせずやられた方がいい、恥かいた方がいいです、俺は。ドーピングはいい悪いっていうよりも、ダッサーって思っちゃうの恥ずかしいね。木村さん、怪獣わーってやっちゃったのを見て、俺が振り付けつけたりとか、マネジメントとかにちょっとでも関わってあげたら止めれたのになと思っちゃった。でも、マネージャーよ。なんかこう、なんかさ、友達とか近くにいたらさ、怪獣行かないじゃん。こんなこと起こんなかったのになって思っちゃう感じ。損しちゃうじゃんって思っちゃう感じかな。みんなメンタルお化けとか言ってるけど、そうじゃなくて、ほんまに心が弱いから、心が強い人は自分が悪いことしたらちゃんと謝りますからね。謝れないです。だから多分あんなカメラ向けて何していいかわからなかったと思う。でもやっぱりみんなを喜ばせるパフォーマンスせなってなって、もうこれしかなかったと思う。とっさの判断。とっさの判断。とっさの判断。でもさ、俺思ったらさ、あれ全乱になっちゃうの面白かったね。ここもやぞみたいな。わぁ、ほんならみんなが、あ、まあ、そこにも捨てるとこだったんかみたいな。みんな納得したかもしれん、逆に。あそこを強くするためにしてたんやと。なんかちっちゃくなるらしいですね。マジ。体がでかくなってちっちゃく見えるとかじゃないですか。じゃなくてホルモンの関係で。じゃあ俺は逆にちょっと今のを青木さんに聞いて、俺は尊敬する。そこを一番大事なところをリスク背負ってこっちに行ったわけだ。俺は要戦。俺は別に大したもん持ってるわけじゃないけど、もうあなたはリスクはここが小さくなるって言われたら、それはできんっていう。逆に格闘技界が OK ってなったとしてもやらないってことですね。できん、それは。確かに。ここを担保にはできん。信じるよ。話変わってきた。今、ムエ大会の
たかだ来てんのにもう人口に真珠入れる話しとったら怒られるから。でもさ、ここで兄貴入れるじゃん、真珠したら吉田さんも入れるかもしれない。真珠入れます。真珠ですか、人口の真珠。なんだか、なんだか真珠吉成。まあ、ムエタ以外の真珠とかなってるかもしれない。でもなんかあれっすよね、こうすごい綺麗なキャラクターになっちゃってるから逆に付け入る隙がないっすよね。完璧すぎてマシンというか機械に見られちゃう。私生活とかは どうやって遊ばれてるんですか。今22歳で割と彼女は彼女いないです。セックスはお前さ、それでも視聴者が聞きたいことはやっぱ聞かないと。俺らのチャンネルはやっぱり普段は何してるの、プライベートの時間は。本当ドライブとかしか行かないです。あ、車で。そうです。それはイコール女の子とということでしょ。いや、やっぱりモテてしゃあないわけか。モテてしゃあないです。いや、そんな。いや、モテてしゃあないって最強言葉よ、ほんま、うん、流行語大賞になってほしいもん。だって何言われてもモテてしゃあないって言っときゃもう OK やもん。俺が言えることって、俺34なんで、俺なんか長い間ちょっとだけ生きてるから、おじさんみたいなこと言うとなんかもう自由に生きてほしい。燃えたいやからこうであらなあかんとかさ、人に見慣れることやからこうはつながって犯罪だけ気をつけたら、あとはもう自由に生きたい。はい、すっごい大事なこと言ってきますけど、自由にやればいいって言ってきた慣れの果てがこれですから。いいじゃないですか、成功してるじゃないですか。いや成功はしてないです。成功してない。自由にやればいいって言って、うん、どうしようもなくなったこうスレッカしたおじさんがここですから。そんなことないですよ。俺に憧れて毎日頑張ってくれてる子もいるんですよ。いや、そういうね、無責任なことやりました。この間の銭湯行ったら俺と一緒にタトゥー入っとったんですから。大丈夫か言って、結構俺後悔してねえぞ言って、マジっすか言って、それ言っちゃダメ。憧れて入れましたって言って、俺このね、後悔してねえ。嘘でしょ。ちょっと僕らから気になる質問があるんですけど、はい、昨日のブレイキングダウンでもなんかどなたかの選手からお名前を出されてたと思うんですけど、はい、結構ご存知ですか。誰がですか。なんか名前わかんないんですけど、ブレイキングダウンでちょっと勝った選手が、はい、まあ、今後やってみたい、これコージ君も多分前に出されたりとかしてたんですけど、はいはい、どういうブレイキングダウンとかのような団体の選手からこう名前を出されるこうことについてはどうですか。名前出してもらえるってことは僕をこう目標としてるというか、はい、ことだと思うんで、それは純粋には嬉しいです、ね、ですけど、ただでも試合したらまあレベルが違うけど、ね、まあ、うん、ブレイキングダウンの試合ちゃんと見たことないんであれですけど、はい、まあ、まあレベルというか死ぬでしょ。いや、というかさ、最近さ、ああいう界隈の人たちってさ、とにかく大きいものの名前出せばいいと思って出しちゃう傾向にあるじゃないですか。その手法もわからなくないんだけどさ、まず失礼である。失礼であると同時にお前も損するよって思っちゃう、うん、ちょっと足りないですって言っちゃってるようなもんじゃないですか、はい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 、失礼だけど、はい、みんななんかそれあんま得しないよって思います、うん、一つ勘違いしてるのはこう言うことがかっこいいんじゃなくて、それをやるから実現することがかっこよくて、それにプラス勝つからかっこいいわけで、はい、俺ははっきり言って実現はしてきたっす。でもそこで勝てなかったからすごい悔しくて、まだそれがすごいコンプレックスで絶対やってやろうと思って張り切ってるわけですよ。だからそういう若い選手が俺たちの名前を出すのは別にいいと思うんですよ。それ出したことによって視聴者とかその周りの子たちを、あの選手とやれるぐらいとか挑戦表明できるような選手なんやってみんな勘違いするわけですよ。ならその子に対してスポンサーがついてみんなそこに夢を抱くわけですよ。コージとやれるような選手なんやと、じゃあコージとやるかもしれん、じゃあ俺お前のこと応援するよっていう人も増えるかもしれない。それでそいつの付加価値がつくんやったらそれでいいと思うんですよね。でもこいつに忘れてほしくないのは、そこにたどり着くことが最低限のスタートラインだって、これに勝つことがかっこいいわけですよ。それを分からずに言ってるから格闘技界が下がってしまうんですよね。それを分かったやつが言ってれば、俺は何としても捕まえてやろうと思って浦部宏隆も捕まえましたし、それには勝てたけど、まあ竹谷天心には勝てなかったけど、何としてもやると思っていろんなことを何としてもやったんですよね。それを格闘技やってるやつは履き違えずやってほしいですよね。俺なんでね、それに対してムカついてるかは今分かって、そいつリスクしょってない。ただで、あのこのでかい名前に俺やりたいぜって言って注目されてただ乗りしてんの。青さんがね、前言ったんですよ、対談の時に。プロの戦い同士はお互いが得しないと成り立たないと。得しないわけですよ。
だから若い選手が今の位置で吉成君とやりたいって言ったって吉成君は何の得もしないわけですよ。それやったら成り立たないから、この子が自分の付加価値をつけて吉成君の名前を初めて出して実現したら、こいつはむっちゃかっこいいですよ、はい、しかも勝っちゃったら最強っすよ。そうですね。だから吉成君が振り向くような位置に行くまで行ったらいいし、俺はもう格闘技界がちょっと盛り上がったらいいと思って、いろんな人俺に喧嘩を打ってきたら別に勝ってるふりはしますけど、結局俺は得しないから、青木さんが言ったようなそういう選手が増えてきたらビッグカードバンバンになりますよね。でも頼りしてる人に気づいてほしいのは、やっぱそいつが得してないってことですね、うん、そういう人なんだって思われちゃうのは損してますよっていう。じゃあ最後に、はい、どうですか、石谷選手。おっさんらうるさいわ、どうでも。自分は本当に目標があって、その目標をまあ仮に達成した後もやっぱ純粋に自分は本当に燃えたいっていう競技が大好きなんで、まあ、これからその自分の信じた道を進んで、それにファンがまあついてきてもついてこなくても自分のもうやりたいことをやろうっていうふうにすごい思いました、ね、今日。はい、なんかあれだよね、こう格闘技選手が憧れる格闘家だよね、うん、それはすごい大事にした方がいいと思います。はい、ということで本日のゲストは吉田日高選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なかですなかです最後やっちゃえ最後よ。いや、ツッコミないっすね。ない俺もなんかちゃうなんだぜ大丈夫かと日高さん、な誰かなって。すいません、大丈夫です。もう一回行きますか。もう一回しますか。ゲストは吉成日高選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。